ちょん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 カリカリ、ちょんちょんちょんカリカリっていうのはどうすんのと、クイックイックイックイってやった時にジャレてくるんですが、ジャレてくるんですけどなかなか食わないんですよ。そこでちょん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 からドラッて逃がしてあげると、もうそこから逃げるって言って慌ててスポンと入るんですね。でこれも食いやすくなるんですね。だからプンプンプンってやってる時フッフッフッフってやってるんですが、そこからクイクイって逃げ始めると待てっていう形で覚えてくる。ところが皆さんこうよく魚が見えてしまうと、固まって止まってしまう。そうするとふっ、あなんだって言って戻っちゃうんですね。本来は追ってきてるんであれば、そこからもう少し追わせるためにもう少しちょっと早めにする。例えばスプーンでチンタラチンタラこうやって巻いてたとします。そういった後ろにたまたまついてるのが見えた。見えた途端そこからクリックリックリって巻いちゃう。そうするとスプーンがぐるぐる回りますね。回った瞬間ドンって食ってきます。よく管理釣り場なんかで、お父さんとお母さんが子供連れてきました。お父さんお母さんは結構缶釣りやってる。そうすると子供にもっとゆっくり巻きなさいって、もっとゆっくりもっとゆっくり、彼女を連れてった、彼氏は缶釣り何度もやってる。そうするともっとゆっくり巻かないとダメだよ、それじゃ回ってるよ、その方が釣れる。渓流のルアーでも有名なスピナーっていうのがありますね。あれぐるぐる回るから魚ツンってくるんですよ。ローリングっていうんですが、ロールするものっていうのは食わせやすくなるというふうに考えてもらって、漁師の指図なんでずっとぐるぐる回ってますから、あれぐるぐる回るから釣れる、ね、あれずっときれいに泳いでると食わないんですよ。あれぐるぐると回っちゃうからいいんです。だからそういうな、まあ、ロールするものっていうのがこうスプーンでもだからこうお尻をただこうケツ振るだけのやつよりもケツ振りながらもこう こうねじれるような動きを出してくれるローリングアクションっていうのが、まあ、基本的には食わせやすくなる。こうケツ振るやつっていうのは引きつけやすくなる。でも食わせるのには本来はそちらのが、もういるところが分かってしまえば、基本的にはローリング系のものの方をより多く使っていただいた方が魚が釣れやすくなる。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方はですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。